無線呼び出し。無線呼び出しとは、特定の手順によって、電波で小型受信機、通信機器に合図を送るシステムである。主に連絡を取りたい相手が持っている、通信機器に情報を知らせるためにいる。日本では、ポケットベル、または略して、ポケベルとも呼ばれる。個人需要が高く最盛期を迎えた1990年代、平成の流行期には、 若者ユーザーからはさらに省略され、ベルの愛称で呼ばれた。英語では、ページャー、ページャー、または、ビーパー、ビーパーという。台湾では、ブコールという。電気通信事業者による、電気通信サービス、公衆呼び出し、日本では NTT ドコモグループ及び、テレメッセージ各社が提供していた。と、特定の工場やビル内などを対象に設置されたもの。 校内呼び出しがある。警察無線や消防無線の呪霊機も抗議の無線呼び出しである。こちらは無線電話の音声を受信でき、全体象者に命令の一斉伝達がまた聞いているであろう。特定の相手を名指しすることで簡単な伝言が来る。2017年4月6日以降、日本では電気通信事業者による無線呼び出しサービスを2008年10月に 洋山から会社分割した二代目東京テレメッセージが既存の顧客へのみ提供している。1958年に米国で世界初のサービスベルボーイが開始された。当時は交換手に呼び出し番号を伝えるものだった。やがて特定の電話番号に電話をすることで呼び出すものとなり DTMF で電話番号やメッセージを送信できるように 滝の丘が行われた。1995年9月に、米国で、リフレックス方式による、簡易双方向通信サービスが開始されている。また、1990年代後半より、電子メールや、事業者のウェブサイトからの呼び出しに対応したものも、登場している。米国では契約者が2002年末の1410万から2005年末には830万。 まで減少している中国でもサービスの停止が発表されている。無線呼び出しサービスは世界的に消滅への流れを進めている。単方向通信であるので受信の確認に別の手段が必要である。また、携帯電話などの双方向通信と比較して加入者の位置追跡が困難である。そのため、他のサービス地域で呼び出しを受信するためには利用者自身が 一登録を行う必要がある。周波数帯域あたりの加入者収容能力は非常に大きい。しかし服装時は呼び出しまでの時間遅れが大きくなる。また、小容量の電池で長時間の使用ができるように受信機をグループ別に分け、通信時間を限定する簡潔通信方式となっている。 高出力の複数の送信局から同期した信号を送信し、広いサービスエリアを確保しており、同方通信に威力を発揮する。また、高速化に伴い送信局間のより精密な同期が必要となっている。制御装置から送信局への情報の伝送は、狭い範囲の場合優先通信や、地上固定無線通信が用いられ、広域のものは、 通信衛星回線が用いられることがある。また、端末への伝送手段として、FM 放送に頂場する、FM 放送ページャーが一部の国で用いられている。日本でも、制度上は、実施可能、他、通信衛星からの電波を直接受信し、全世界で利用可能な製ページャーも提供されている。使用周波数帯、課金方式としては、次のものがある。一般的には、 完全な定額制である一の契約形態が多い。これがポケベル会社の経営を圧迫した一員ともされる。公衆サービスは1968年7月1日に東京23区で日本電信電話公社により 150MC 体の多周波信号方式で開始された。開始当初の契約は4751加入で、 1969年3月末では1万1708件の加入申し込みがあった。1971年3月末では申し込み数3万9090 90件、契約数1万3672加入。申し込みに契約が追いつかなかった当時の人気のほどが伺える。ちなみに、公衆サービス開始前の1965年10月23日に、 放送された NHK 総合テレビの番組スタジオ102では10月23日が電信電話記念日であることから番組内でポケットベルの試作機が紹介されたこのスタジオ102は現在放送ライブラリーで視聴可能である電波法令上は信号放置業務と呼ばれ信号受信設備陸上を移動中または その特定しない地点に停止中に使用する無線設備であって、もっぱらその携帯者に対する単なる合図としての信号を行うためのものを言う。と、信号放置局との間の無線通信業務とされ、単に音響を発するための信号を喪失するだけのものだった。送信局は信号放置局と呼ばれた。1978年には、 加入者の増加とともにより 250MHz 帯の FSK 変調2 0 0ット S の NTT 方式のサービスが開始された。初期の利用者の多くは、業務上で外出の多い営業職、管理職、経営者であり、電子音による呼び出し音が鳴るだけのため、呼び出されたら出先の公衆電話から事務所へ確認の電話を入れるという仕様をのっとった。百七十八年には、 自動車電話がサービス開始されたが、料金が非常に高額で、ポケットベルが唯一の個人向けの移動体通信だった。1985年の通信自由化により、電波法令上では、無線呼び出し業務と解消され、携帯受信設備、陸上、河川、故障その他これらに準ずる水域を含む、を移動中または、その特定しない地点に停止中に使用する。 無線設備であって、もっぱらその携帯者に対する単なる呼び出しまたはこれに、付随する信号を受けるためのものを言う。と、信号放置局との間の無線通信業務とされ、音響のみならず文字その他の情報も喪失できるものとなった。信号放置局は無線呼び出し局と解消された。1986年には 150MHz 帯の割り当ては全廃され、 2 5 0メガヘルツ帯のみとなった。さらに、1987年に400ビット S、1989年に1200ビット S へと高速化が行われた。1987年以降は、各地域に設立された、地場資本中心の新規参入事業者が、パクサーグ方式で事業を開始して競争が激しくなった。そのため、 ポケベルの利用料金は安くなり、販売ルートもスーパーマーケットやコンビニエンスストア、鉄道駅の売店などに広がった。個人での契約も出現し、子供に持たせる親も現れるようになり、親子関係の希薄化、飛行問題との関連が指摘され始めている。また、電電公社のポケットベル事業は1八十五年成立の NTT を経て1九十一年に、 NTT ドコモグループに移管された。一方、1988年から1989年にかけては、日本移動通信や DDI セルラーグループ、いずれも現在の KDDI の au 事業の自動車電話や携帯電話への新規参入があった。しかし、まだその料金は一般の市民には高額であり、依然として業務でポケットベルを携帯させられていた。 従業員も多かった。1987年には、プッシュ信号、DTMF により数桁の数字を送れる機種のサービスが開始され、受信者が表示された電話番号、ナンバーディスプレイ機能を利用できたわけではなく、メッセージ送信者が電話番号を数字メッセージとして打ち込むことにより、受信者がその打ち込まれた電話番号のメッセージを受け取ったの意味に電話をかける、 ことができるようになり、業務での効率的な利用が可能となった。また、1990年代に入り個人契約でメインユーザーの一角になりつつあった女子高生を中心に、例えば14、14,106イコール、愛してる、愛してるといううに、数字の語呂合わせでメッセージを送る一種の言葉遊びが1992年頃から流行し始め、1990年代中盤には、 個人対個人で単位ないメッセージを送り合う道具として急速に普及し頻繁に利用された。伸び悩んでいた個人契約数が一気に伸び始めたのはこの頃からである。数字で送り合うメッセージには日本語の方言も存在し、関西や九州の一部地域では1410イコール愛しと愛しとというような使い方もされた。東海では八十六十 14106-0U3 イコール、パルコで買い物してるまゆみ、パルコで買い物してるまゆみというように、U という記号も50音の一部として活用する字と、記号が入り混じったメッセージが主流であり、地域ごとに特徴があった。数字のメッセージは、724106イコール、何してる、何してる ?4510 イコール、仕事、 仕事、106,410 10イコール、テルして、電話して、114イコール、いいよ、よいよのおよに半ば定型文的な、使われ方をされたイメージがあるが、上記の東海の例のように複雑な日常、会話レベルのやり取りを一部のユーザーは行っており、解読には、暗号や五十音の語呂合わせの数字の共有、互いの行動傾向や趣味等を深く理解している、必要があった。 数字の暗号や語呂合わせは、キャリア、地域、世代、グループ間で差があり、ある程度は共通の使い方はされたものの、全く知らない同士が複雑なコミュニケーションを取るのは不可能だった。社会に与えた影響も大きく、1993年に制作されたテレビドラマ、ポケベルが鳴らなくてや、同盟の主題歌がヒットし、さらには最盛期にかけて、 特定時間帯の服装によるメッセージ配信の遅延、発信用公衆電話の酷使による故障が相次ぎ、事業者は対応に追われるようになった。ブーム期の頃はテレビドラマや漫画などでも女子高生を象徴するアイテムとして頻繁に登場した。その理由は1993年に女子高生ブームが到来し1992年頃から 東京の一部女子高生の間でブームになっていたポケベルとそれをメッセージコミュニケーションツールとして使う彼女たちの姿をマスィアが頻繁に取り上げたためである。その影響を受けてブームが全国的に波及し女子高生ばかりでなく男子高生や大学生や若い社会人まで個人の利用者層を伸ばした。バブル時代までは サラリーマンのビジネスツールでしかなかったポケベルは若者の出先でも気軽に連絡を取れるツールやコミュニケーションツールとして活躍するようになり1996年の最盛期には個人契約が加入数の大多数を占めたその背景には個人の自由に使える連絡手段を求める当時の若者からの需要があり携帯電話の所有コストは高かったため コストの低いポケベルへ流れたのが一つの大きな理由と考えられる。また、メッセージがすぐに届く、即時性、個人間の秘匿性の高いやりとり、多くの人と繋がることのできるネットワークの広さ、時間帯を気にせず、使える気軽さ、返したい時に返信すれば良い負担の軽さ、要件をストレートに伝える短い分もポケベル人気を支えた。 1995年には無線呼び出し業務の定義が携帯受信設備、陸上移動受信設備であって、その携帯者に対する呼び出し、これに付随する通報を含む、注力を受けるためのものを言う、の携帯者に対する呼び出しを行う無線通信業務となった。数字だけでなく、カタカナやアルファベットや絵文字のフリーメッセージが画面に表示できて着信メロディに、 標準対応したタイプをテレメッセージ各社は1994年から NTT ドコモグループは1995年に投入。なおドコモは1991年より一部機種が有料オプションでカタカナ等のフリーメッセージに対応していたが利用者は少なかった。誰でも読めるカタカナのフリーメッセージに対応したことでメッセージでの会話の幅が大きく広がり、 オケベル人気はさらに上昇した。センティ t a センティビ b ドコモやモーラ、テルソナーアーキス、テレメッセージ等、カナのフリーメッセージに対応した機種の中には、品切れになるほどのものもあった。定形文のみの対応ながら、漢字まで画面に表示できるタイプも、ドコモテレメッセージともに1995年に登場し、1996年には、 事業者によるが、標準機能として30桁の数字、カナで14文字をメッセージとして受信できる機種が発売された。また、加入者の増大に対応するためフレックス、TD 方式の導入が開始された。最盛期の1996年6月末には、約1077万件の加入者があった。かのフリーメッセージ入力には、ポケベル打ちというコード入力が必要で、一種の 特技として、電話機のテンキーで高速にこれができる人はユーザーからあがめられ、テレビ等のメディアで驚きを持って紹介されることもあった。この頃ポケベル、ルーズソックスプリクラテ帳は、女子高生の三種の神器と呼ばれることもあり、女子高生のマストアイテムとしての地位を確固たるものとしていた。しかし、地方に目を向けるとポケベルは、自分自身が使ったことがないので、得体が知れない。 自分もポケベルは愚か携帯電話も持っていないのに、子供にはまだ早い、飛行に走るかもしれない等の理由から、親世代からの評判は、そうじて良くなく、親から、許しが出ないので、持ちたくても持てず、あるいは、周りで所有者が少なかったため実際にブームを感じる、ことなく非所有に終わるものも多かった。また、地方の山間部等のエリアは、無線呼び出し局が未整備である場合も多く、 ポケベル自体が使い物にならないという場合もよくあった。ポケベルにメッセージを送るために、公衆電話に行列ができたり、メッセージを送り合う、会ったこともない友達、もしくは日常生活で面識が薄くとも、ポケベルでは、頻繁に、コミュニケーションを取るともを表し食べるともという言葉が流行した。対面コミュニケーション機会の減少による、 若者の人間関係の希薄化を危惧する声も多く、ポケベルのメッセージを送るための家庭電話の使いすぎに、夜、高額給、偽造テレホンカードの過度な流通、ポケベルによるいじめや嫌がらせ、ポケベル依存症、学校生活の妨げになるとして教師が学校内の公衆電話を使用禁止にしたりメッセージを送れないようボタンを接着剤で固定するなどの問題も紛失していた。また、 上記のベルトものように、当時の女子高生たち、小ギャルを中心に、様々なポケベルに関する略語が生み出され、下記のベルバンやベルナン等、一般ユーザーにも広く利用される略語もあった。1992年のブーム初期から1996年の最盛期にかけて、数字のメッセージ、またはカナのメッセージでポケベルをコミュニケーションツールとして利用し、 個人ユーザーの中核を成した1970年代半ば編から1980年生まれぐらいまでのポスト段階ジュニア世代を指してポケベル世代という場合がある。風ーム機にドコモのポケベルの CM のイメージキャラクターを務めた葉月きりおは1975年生まれ広末、りょうこは1980年生まれである。1994年に携帯電話端末の い切り制導入。同じく1994年に携帯電話の新規参入第2弾のデジタル本、現、ソフトバンクと通貨、現形 DDI 両グループの事業開始。さらに1995年10月に各 PHS 事業者の事業開始となった1996年以降は、携帯電話事業者同士、そして携帯電話事業者と PHS 事業者の シェア争いが本格化した。安価だった PHS に対抗するため携帯電話の本体代や料金プランが急速に低下。これに伴い特に若い社会人の間でも携帯電話の普及が本格的に始まると1996年6月にピークを迎えていたポケベルの加入者数は緩やかに減少し始める。ただ、この時点では携帯電話、PHS がつながりにくく、 通話可能でも電波が弱い、通話が不可能なエリアも多かったという弱点もあり、ポケベルト、携帯電話あるいは PHS の荷台持ちという兼用の仕方も見られた。ポケベルト携帯電話や PHS の一体型も発売されている。1996年にドコモが新人だった広末良子を CM に起用。広末人気が爆発的に上がったものの、 ヘビーユーザーであればあるほど所有コストがサムフレックス TD 方式対応の新シリーズのポケベルの販売は期待されてほどではなかった。さらにポケベルの顔とも言うべき存在になった広末が大学に進学する1999年にそのまま携帯電話の CM に起用する皮肉な結果になる。この頃ドコモはフレックス TD 方式対応のインフォネクストポケベルを発売しており、 かなで49文字までのメッセージを受信できる機種もあった。しかしビジネスユーザー向けであることと、短文に慣れていた若者の個人契約者にはそこまでの文字数は必要ではなく、指示を集められなかった。会期り制が導入された1994年からは、法人契約のポケベルの解約が増加。百九十二年のブーム初期から、 最盛期の1996年にかけての爆発的な個人契約増加の裏では医療機関を除き一般企業のポケベルバネルが年々進んでいた。1997年は首都圏の女子高生や女子大生間、地方の学生間を中心にブームは継続中で、この頃には一部の中学生までブームは波及していた。6月のドコモを皮切りに、 各携帯電話事業者がショートメッセージサービス機能が内蔵された携帯電話を1997年末にかけて次々と発売。メインユーザーのうちの高校生層を除く10代後半から20代前半の若者が急速にポケベル離れを起こし始め最後の流行期となった。同時に中高生を除いて PHS 離れが始まり1997年10月以降は PHS の加入者数は減少する。1998年当初は、全国的に見ると、高校生層を除く10代後半から20代、前半の若者の主たるコミュニケーションツールとして、ポケベルは携帯電話と拮抗していたものの、加速度的なポケベル離れは止まらず、携帯電話はその利便性の高さからポケベルを敬遠していた層にも受け入れられた。一方で、 現役中高生に関しては1998年中もポケベルはまだ主要な地位を占めおり在学中に親から携帯電話を買い与えられたりポケベルから携帯電話へ乗り換えたりする例はそれほど多くはなく PHS の普及も進んだもののこの年1998年3月に高校を卒業した者は学や就職を機に携帯電話へ乗り換えたり 携帯電話の新規購入をするのが一般的になっていた。このように1996年後半から1998年のポケベル衰退の原因は法人契約が携帯電話端末の買い切り制導入と低価格化により携帯電話へ移行し減少したことと個人契約は1996年後半から1997年前半は携帯電話の低価格化により メッセージコミュニケーションに重点を置かなかった、主に若い社会人層や一部大学生層が、携帯電話、一部は PHS へ移行し、1997年後半から1998年内は、メッセージコミュニケーションを必要とした、主に大学生層や若い社会人層が、携帯電話へ、一部高校生層が、PHS や、携帯電話へ移行したためである。 わずか2年半ほどで大多数の若い社会人と大学生の個人ユーザーを携帯電話に奪われ、ブームを牽引した高校生の個人ユーザーも PHS や携帯電話に食われ始めたため、さらなるユーザー数の増加を見込んで設備投資を行っていたポケベル事業者の経営は圧迫された。加入者数は1996年12月末に1045万。 1997年12月末に825万、1998年12月末に452万、と推移している。携帯電話は1999年2月に、ドコモの i モードサービス、4月に、現 AU のイスウェブの全国サービスが開始。携帯電話事業者のウェブサービス開始に伴う電子、メールサービスや、ショートメッセージサービス機能を内蔵された、 携帯電話が普及した機能化していくと、一般ユーザーにとってのポケベルの存在意義が薄くなり、1999年12月末には、加入者数が241万件まで激減した。2000年に AU が、学割サービスを開始。他携帯電話事業者もこの頃には、激安プランを提供している場合もあり、高校生への携帯電話の普及が進み始め、 ポケベルの契約数を支えた学生にとってもポケルの魅力は全くなくなってしまった。1999年5月、新規参入事業者で採用手だった東京テレメッセージ初代がシステムの高度化の設備投資の資金を回収できず、会社構成法の適用を申請して倒産した。東京テレメッセージはこの後、 日本テレコム主体で東京ウェブリンクに改称して再建した後、2001年に株式会社ヨ山、現、ヨ山が買収してマジックメールに再改称し、最終的に2002年にヨ山に吸収合併された。また、その他の各地に設立された新規参入事業者は NTT ドコモに加入者を移管し、2001年までに首都圏1と3県及び、 沖縄本島を除き事業を停止した。この頃から自動販売機やタクシーバス車内に端末を設置し、配信されたニュース速報や緊急防災情報、広告等を電光表示板で表示するという使われ方も行われるようになった。そのため、NTT ドコモでは、それまでのサービス名、ポケットベルを2001年1月にクイック、クイックと マルチキャストから作った造語であるクイックキャストに変更した。しかし、日本全国単位としては唯一ポケットベル事業を手掛ける NTT ドコモも2004年6月30日に新規契約の受付を終了、2006年10月に解約金を無料にし、そして2007年3月31日でサービスを終了した。 500カ所までの同胞用途の代替サービスとして、i モードメールを利用したグループキャストを提案している。NTT ドコモグループの営業最終日である2007年3月末時点では、無線呼び出しの契約数は163,227契約となった。前年同期比63.7%の減で、事業撤退に向け、前述の2006年10月に解約料を無料にした。 ことが考えられる。余山は2008年10月1日に会社分割を行い、ポケットベル事業を行う新会社、東京テレメッセージを設立した。その後、東京テレメッセージは2011年に無線呼び出し事業の将来性に目をつけた TS キャピタルの100%出資子会社となり 280MHz 同法無線システム事業に本格的に取り組むことになった。 2017年4月5日、沖縄テレメッセージは沖縄県内のサービスを終了した。2017年4月6日以降は南関東1と3県をサービスエリアとして東京テレメッセージが既存の顧客へのみ提供している。利用者は主に医療関係者とされる。一方、東京テレメッセージは同方形市町村防災行政無線の機能を 安価に構築する同法無線システムを神奈川県茅ヶ崎市と共同開発し、2013年から稼働した。以後千葉県鴨川市、岐阜県水波市などに採用されている。自治体向け無線呼び出し局も2015年から福島県、茨城県、山梨県、岐阜県などで開局し、新たな用途に企業として活路を見出している。 社長の清野秀俊氏は会社を自治体向けの防災無線や防災ラジオなど防災関連事業に注力するとし、新たな事業が見つからないなどの理由により終了のタイミングがつかめなかったのでサービス終了に寂しさはないと発言している。総務省も次のように無線呼び出しにかかる周波数帯を見直すとしている。鉄道事業者。 サービス事業などの事業者内での呼び出し用として 26MHz 帯に専用派4波がある。また、60MHz 体、150MHz 帯及び 400MHz 帯では他業務との兼用派とされ、150MHz 帯及び 400MHz 帯で免許されたものがある。工場内、ビル内など狭い範囲については、1986年に、 校内無線局が制度化された際に、校内ページング用があった。また、1989年に制度化された、特定省電力無線局にも、無線個必要がある。校内無線局校内ページング用は、2000年に廃止され、特定省電力無線局に統一された。周波数は429.75から429.8メガヘルツ。 12.5kHz 間隔のもチャンネルである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。